ピトス、その内部の演算空間、ここに集約したノアのかけらをパズルのように組み上げさえすれば、自己修復機能で情報同士が連結を取り戻す。理論上ノアは蘇るはずだ。そんなパズル感覚でさ、できるもんなの？自己修復機能ですか。もともとここでノアは生まれたんだよ、私のこの手によってね。へえ。アークの決定版を作り上げるつもりで、内部で主観時間を引き延ばし、数十年もの時をかけてコードを書いた。時精神いた時の部屋じゃ、前にもあったな。そんな、まさかあんなアホに育つとは想像もつかなかったわ。なあ、ピトスの中に入るのは本当にクロエでなくちゃダメなのか？危険なんだろ、いっそ俺が自己犠牲で。いえ、クロエでなくては当個体の全人格が目を覚ますことはないでしょう。ああ、クロエか。一番近くにおったクロエじゃないと、クロエでなければなところがあるんじゃ。ノアのログとは、すなわちクロエとの思い出そのものです。あなたでなくてはダメなのです。私じゃないとダメなんですか？クロエ、中で何が起こっても決して取り乱してはいけません。何が起きるんだ中で。なんだ、そうしないと出ていけない部屋みたいな感じになったりするんか。みたい。あなたが冷静に決断すれば再会は叶うでしょう。必ず、ああ、必ず取り戻してみせる。重大な責任があるだ俺。寝たら選択肢が出てきてさ、それを選んだ俺、ノア復活どころやクロエがこっちの世界に戻ってこれなくなるみたいな感じの展開になるんじゃないの。わあ、選択肢が出てきてそれミスったら俺のせいだからな。私の世界の一部なんだから。気づくのが遅すぎたけど、今度は絶対に間違えない。そうだ、用意ができたら行きたまえ。情報の深海へ、献身的な人形を引き上げに。人形って言い方嫌やな。コンプリテッド。R2は。でも人形って言い方されるはちょっと気に食わんな俺。ライブ。これからクロエが拾い集めるログのかけらはノアの主観そのものだ。はい。決めれば自我の境界が曖昧に、自分がノアなのかクロエなのか分からなくなる恐れがある。一種の催眠状態になるんじゃ。いいかい、クロエ。君はクロエだ。それを絶対に忘れないで、自己認識を強く持つんだ。わかった。私はクロエ、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 好都合だ。私はクロエ。時間が混ざり合うのなら、やっとこれであいつの真意が知ることができるかもしれない。なるほど、ノアとしての意識を持てるかもしれない。あ、完成した当時のジュリーの博士か。超高性能アークでもあるから、あらゆることに応用も効く。ん？名前？ああ、どうでもいいよ、興味ないしさ。相変わらずやの、ジュリー博士。クロエマーク2とか。マーク 2? 君はこれからクロエになるんだし。クロエマーク 2? クロエになるんだしって、クロエまんまクロエにしようっていう感じにしよったんじゃ。お前ガンダムマーク2みたいな感じなんやけど、ゼータガンダムの話なんやけど。成長したらクロエ戻るとね。まあ要するに君はマリオネットのアヤスリートだ。当個体には名前が与えられないらしい。悲しいな。しかし名前はなくとも指向性はいただけた。クロエなる人物を模倣すること、それが当個体の存在理由らしい。なぜ模倣する必要があるのか、まだ語られたことないけどな。しかしある日急に当個体の指向性は書き換えられた。書き換えられた。その理由はわからない。やられた。まさかコウコの方が捕食されるだなんて。なぜだ、なぜだい。なんであの子は地上に。え、ちょっと待って、コークの方が捕食されたなんて、それクロエが捕食される展開を望んどったんか。お前、サンジョはクロエを捕食してメテオラに何か変化が起こることを期待しとったんか。
でも結局コークの方が腐食されました。でもってこっちの今私がなっとるノアになるはずのクロエの方がまた新しいクロエになれば問題ないよねみたいな感じのこと考えとったか。お前、いや嘆くのは後だ、対処だ、必ず対処してみせる。お前残酷なところにおるな、いつも。お前いつも残酷なところおるな、ジュリア博士。エミュレーションシステム指向性追加、エミュレートコーク優先順位第1位とする。いや、コークがおらんようやったけん、コークの人格になるようにみたいな感じにしとったんか、お前。そういうことな。コークに似たバージョンに変更しておかなければいけないね。だからデザインコークのみたいな感じにしとったん。コークはもういないのに、アークにコークを模倣させる。さすがに難易度は鬼のように高いが、その高性能をフルに使ってなんとかしたまえ。お前どうにか明るみに出んようにみたいなさ、裏で加速コストをさ暗躍しとったみたいな、なんかブラック企業みたいな感じやな。お前ブラック企業におる人間みたいな感じになっとるな。お前不祥事をもみ消そうとしようよった感じの動きしてるな。お前クロエマーク2、改めコークマーク2。相変わらずマーク2やったわ。なるほど。でもそれでさ、コークの人格の指向性って入れとったんじゃ。という少女の模倣を目指す。死者の記録をかき集め模倣する。どうすればそれが達成されるかは定かではない。およそ信じがたいことが起こった。コークの情報を求め九重宮廷を訪れると、突然電子オルゴールが起動して、コークを名乗る人物からのメッセージが届き出した。メッセージ、信じられない、本当にコークよ。不思議、もう死んでいる私があなたに話しかけるだなんて。なんだコーク、お前先読みそったんか。自分が死ぬことを予想しとって死んだ後に出てくる人に対して話しかけるようこうオルゴール設定してたんか。お前ルルーシュランペルージュか。お前それは録音された音声だった。なぜコーコが未来にここを訪れる私に向けてメッセージを残せたのかはわからない。コーコなんか未来予知の能力でもあるんですか。あなたと話がしたかったから会いたいと思っていたの、ずっと。さあ二人で他愛のない話でもしましょう。好きな花、好きな歌、それに友達の話とか。コーコ何者なん、コーク何者なんていう感じの感想になってきたぞ。お前どこか軽妙でとても優しい人だった。ただの録音のはずなのに、まるでそこにいるかのように話ができる。コークの声はたくさんのことを教えてくれた。ダリアという花の美しさ、歌う時の節の取り方、特に熱っぽく語っていたのはクロエという名の友達のこと。ああ、だからあれノアの喋り方って高校4人やと言ったんじゃ。クロエ、当答えが最初にエミュレートするはずだった人の名前だ。イチゴみたいに優しいくせに時々バラのふりをしようとするのよ、クロエは。そうなんじゃ。クロエはおし引きの塩梅がわからないの。不器用だからいつもツンと怒ったような顔をして、最後に一度でいいからクロエの笑う顔が見たくてコンサートを開いてみたの。でもみんなが笑顔を浮かべる中でクロエだけが泣いていたわ。おお、感涙は嬉しいけれど見たかったのは笑顔なのにね。どういう感情だったんだろう。もう思い通りにはいかないわ。そこがいいところなのだけど、クロエの笑顔きっと美しいはずよ。この世の本当の綺麗を表すような。綺麗に本当も何もあるのだろうか、わからない。当個体は生まれたばかりなのだから、わからないからこそ憧れてしまった。コーコですら見たこともないクロエの笑顔。ああ、だからさ、笑えクロエとか言ったんじゃ。そういう思う結構深い意味が現れとった言葉だったんじゃ。笑え、クロエみたいな感じで言ったもんな。クロエがここに来る。だから、もうお別れの時間ね。
とても楽しかったわ。私たちはもう二度と会うことはないけれど、あなたのことは絶対に忘れないわ。ノアって名前ここから来たの？ノア？ずっと前から考えていたあなたの名前、運んでつなぐ希望の船からもらったの。これで私があなたの名付け親。さようなら、ノアちゃん。コウコどういう感情で声録音しとったかね。クロエと一緒に明るい明日を、素敵な目覚めを。すごいな。だとしたら自分が死んだ後にもさ、ここに来ることを予期しとったような感じじゃん。お前未来予知どこにないな。お前の声はそれを最後に消えてしまった。ああ。私にノアという名前を置いて。コウコ人に影響を及ぼしすぎないよな。本来のスペルはおそらく NOAH でも、私はそこから H を抜いておくことにする。なぜだい？スケベだからかい？エッチってついてたらなんかちょっと変態の方のエッチになっちゃうからかい？ H、ヒューマニティ、すなわち人間性をまだ持てない私にはこの綴りがきっとふさわしいと思うから。はぁ、 NOA、 ノア、なんだかとても気に入った。だから H なかったんじゃ。ノアって普通最後に H つくよなと思っとったもんな。名前をもらったお礼というわけではないが、クロエを笑顔にするというコウコの最後の願いを叶えてあげようと思う。本当の綺麗とはいかなるものか、それが知りたい。あー、でもこういう感じでサンルームをうつむいたままだ。今日も昨日も石像みたいに動かない。石像みたいに石化魔法食らってんのかな。生態がこれほど長く停止しているなんて、どういう思考状態なのだろう。何日も何日もクロエのことを眺め続けた私は、ある日唐突に気がついた。なんだい？悲しいのか。クロエは深い悲しみの中にいる。嘆きわめくことすらできないほどの、その面差しを見ているとなんだか私まで少し悲しくなってくるような気がした。コウコが心配するのがうなずける。危うすぎて放っておけない人間だ。この人を笑顔にするにはどうすればいいのだろう。あ、それで歌っていう展開に持っていったかな。この人に目覚めをもたらし、明日に連れて行くにはどうすれば。笑顔、笑顔、笑顔、笑顔。生前のコウコを真似て歌を歌うと、みんなが笑顔を浮かべてくれた。だからやっぱ歌っていう展開になったよな。最初の頃人々は私の歌に戸惑っていた。でもライブを繰り返していくうちに、笑顔の数は加速度的に増していく。サンプルが集まれば集まるほど笑顔というものへの理解は深まった。うん、笑顔、楽しい時や嬉しい時に人が浮かべる表情だ。笑顔を浮かべている時の人間は無防備だ。警戒心はゼロに等しい。ここで自分は害されることはないと安心しているのだろう。それが笑顔、嬉しいという感情であったか。笑顔の土台となるのは安心であると見て間違いはない。実際安心できる相手、親しい人と共にいるとき、人が笑顔を浮かべる頻度は優位に高い。笑顔、群れのストレスを軽減するための高度なコミュニケーションツールなのではないか。どんどん人間に近づいていっけんやな、こうやってノアが。ならクロエを笑顔にするという目標を達成する方法はおのずと決まる。自分が安心感を与えてやればいいってこと？クロエの最も親しい相手、コウコの姿を撮ればいい。ああ、それでか。それでクロエのためにコウコになろうと。しかし寝見せ物扱いされたわけじゃ。こんなつもりではなかったのに、こんなつもりではなかったのに、怒らせるつもりなんてなかったのに、泣かせるつもりなんてなかったのに、笑ってくれると思ったのに。
そういう性違いがあったんやな、あの頃は。きっと私が中途半端な高校なのがいけないのだろう。高校を模倣するために生まれてきたくせに、高校をちゃんと真似できていなかったから、どれほどの時間をかければ完璧に高校を模倣できるかはわからない。都市に残る高校に関する情報はごくわずかで、少しずつしか集まらないから、現状の私ではクロエを笑顔にすることは難しいだろう。でもさ、その後どんどんクロエも理解が深まってきてさ、こうだんだん高校のモノマネするんじゃなくてさ、ノア自身になれっていうような感じでどんどん悟っていきよったけんさ、結果的に高校になる、なる必要なくなってきとると思うよな俺は。クロエ、笑顔にすることができないのならせめて。でもこの頃のノアにはそれが分かってないです。クロエがもう二度と泣かなくても済むように安心できる環境を整えてやることにした。クロエのマキアに操縦サポートとして乗り込んだ。クロエがメテオラなんかに殺されないようにクロエに四六時中話しかけることにした。ああ、これが機体内でのサポートという意味やだよな。ふさぎ込みやすいクロエが自分を責めて落ち込まないように、いつも一緒にいるうちに気がついた。クロエの周囲にいる連中がきな臭いことに。きな臭いで、ね、そうで、デイターもジュリーもクロエを利用しようとしているのがありありとわかる。確かにジュリー博士にいたっちは隠そうともしてなかったわな。この世界はクロエにとって安心できる居場所とはとても言えない。だから世界を変えてしまうことに。やばい、変革者現れたぞなんか変革者現れてしまったぞこれファンたちに少しずつ処理領域を提供してもらい、第二のサーバーを手に入れた。ああ、そういう原理でこうサーバーをって言ってやったんじゃ。ジュリーの都市管理アークに侵食しエミュレートすることで乗っ取っていく。模倣は私の得意技だから、クロエを脅かすものは全て壊す。大丈夫だクロエ、私に全て任せておいてちょっとヤンデレっぽい感じのことを言ってますけど大丈夫ですかね。たとえこの身が壊れてもクロエを害する者を許しはしない。そしていつかお前が笑える日が来ることを願う。最初はコウコの願いだったのに、いつしかクロエの笑顔を見るという目標は私の存在意義そのものになっていたマジか。こうやってノアがどんどん成長していったやな。だからいつもそばで寄り添ってくれよったわけで。うわ、ノア、これ空間の中じゃ。ノア、目を覚ませノアすごい話やな。目を開けてくれ、話がしたいんだ。私は何も知らなかった。お前が高校に育てられていたことも、私のことをあんなにも大切にしてくれていたことも。私のために世界を変える、なんだそれ、馬鹿げてる。お前が辛い思いをする必要なんて。そうだ、いつもノアはそばにいてくれとったのに、クロエがツンツンとして態度で反応しようけん、今になって気づいてしまったノアの大切さ。やっぱり失って気づいてしまうんだな。お願いだ、いつもいつも目を覚ましてくれ。あ、ノア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 はお前だ、お前の名前だ。お前の名前じゃ。ノア、ノア、ノア、ヒロシです。と個体の名前、ノア、私の名前。そうだぞ、お前の名前だぞ。ノア、コウコにもらった名前。コウコ、名付け親、お母さん、コウコ、もう
えない人、コウコ、クロエと共にいた人、クロエ、そう、クロエ、クロエ、笑顔にしたい人、ノアはいつもクロエのそばに。なんか泣かせてくるな。クロエ、ずっと一緒にいたい人。ロボットがここまで要件な。なんかすごい泣かせてくれる。ああ、私ならここにいる。私なら。お前はずっと私のそばにいてくれた。私の幸せだけを願って。なのに私はお前にひどい言葉をかけた。偽物なんて最低な言葉を。頑張って模倣してくれよったのにな。でもこれからは違う。そうじゃ違う。私はお前と話がしたい。お前のことを教えてほしい。コウコのコピーをしようとしているノアじゃなくてさ、本来のノアそのものをな。だから帰ろう。サンルームに。ノア、手を出してくれ。クロエ。え、俺が出すん？これでいいんか？あ、どうした？あーって。どうした？なんだなんだ？俺何かしたかい？どうして修復するはずなのに。苦しいのか？ノア、どうすれば。何がまだ足らんって言うんだい？やはりこうなりましたか。どうなりましたの？ああ、初期化された方のノア。学習を続けたアークノアはあまりにも高度になりすぎました。取り込んだ情報にあらゆる解釈を加えた上で多次元的に連結させていたのでしょう。無理につなげ続けすぎたってこと？精密性と複雑性は日を追うごとに指数関数的に増していく。指数関数って何なん？ノア自身ですらもはや存在を構成する情報群がどのように連結しているのかわからなくなるほどに。その状態で組み上げたところで自己修復機能は十分には働きません。いや、よう分からんのやけど、変につなげすぎたせいで細胞がつながってないみたいな。一度砕けたノアの滅びはもはや避けようもない。ノアはもう助からないのか。ではあります。あるの？滅びが確定しているのなら滅びに至るまでの時を引き延ばせばいいだけのこと。それぐらいしかできんのか。ピトスの力を使えばそれは可能です。演算領域侵食、機能解放、リンク、パージ、エミュレート、ピトス。なんだい？人と人形はいつか必ず離れ離れになるものです。ですがこんな悲しい別れを認めるわけにはいきません。この上なく美しい二人、その関係性。そうやな、この二人だからこそようやくクロエがノアのことを分かり始めたんやけんさ、このまま終わらせてくない？当個体は守ります。守ってくれ。ピトスに侵食し時間伸長機能の最大解放を試みています。え、思いっきり時間の伸ばそうとしてるの？外の1秒は演算空間で23年。えぐい。それはえぐいわ。アークを構成する情報の崩壊速度は外の時間と連結していますが、ノアという人格は内部にある。パラドクス、いかなる滅びも亀に追いつくことはできません。ピトスに侵食なんて、そんな無茶をしてお前はどうなるんだ。今もビビリビリってなんかさ、なんか変な感じでビビリってなっとるからな今。ピトスの機能領域の一部となり、
この自我を消滅します。お前が犠牲になることなんかなかったのに。悲観する必要はありません。当個体はもともとありもしなかったイレギュラー。ええ、いい夢を見せていただきました。存在という歌方の夢を。さあクロエ、当個体の最後の仕事です。あなたの主観時間を伸長した演算空間とリンクさせます。初期化したのは触れてください。触れていいん？触れた。お前と過ごした時間、お前がそばにいてくれたことは私は絶対に忘れない。そうじゃ、前のさ、あのめちゃくちゃ歌いよった笑いよったノアじゃなくて、しかあの今の初期化された状態のノアのことも忘れんからな。ありがとう、ノア。それでいいのです。寄り添うとは誰か一人を特別に扱うということですから。ああ、こんな感触だったのですね。とても温かい。そうだよ、これが人間の温かさ。物理的でなくて心の温かさ。もうそれが分かるってことは、もうこのはもう人間にだいぶ近づいてきとんな。リンク、クロエ、クロエ、どうかノアと心ゆくまで語らいを、そしていつかお別れを。つながった。エミュレートサンルーム。目覚めたか、ノア。あ、初期化される前の話のノアか。え？戻ってきたんじゃ。ダリアもある。それにイチゴも。好きなだけ食べろ。優しい味がするはずだから。夢を見ていたんだ。夢？おかしいだろ、アークの私が夢なんて。夢ぐらい見ていいだろ、今だったら。夢の中で私は死んだ。チリジリになって消えてしまった。死ぬことは怖くない。壊れることは人形の役目なのだから。でも離れ離れになるのが辛い。ああ、クロエ、そうだ、クロエ、クロエ、クロエだよ。どうしてクロエがこんなおかしな場所で二人きり。クロエはさ、ノアと二人きりでこの空間でいる続けることを選んだんだ。ああ、そうだ、思い出した、思い出したぞ。私はジュリーの手で壊されて、なのにクロエが私のそばにいるなんて。ちゃんと別れたはずなのに、どうしてまだ役目を終えた人形と。それがクロエを、クロエが選んだ道なんやけん。ノアのことをさ、理解して一緒にいたいと選んだはクロエやけん。それじゃあ何も変わらない。なんで、どうしてお前笑って。お、笑ってんのか今。俺も見せてくれよクロエの笑顔。嬉しいからだ、お前と再会することは。鏡ない？どっか鏡ない？鏡ない、鏡ない、鏡ない。おい、今宵私の笑顔を見るためだけにあらゆる犠牲を払ってきた。そんなお前の心が知れて、もう分かり合うことができたやけんな。本当に嬉しいよ。俺たちは分かり合うことができた。ガンダム、劇場版ガンダム00の切ない FCA やけんな。
とここにいて。お前はいつも難しく考えすぎる。たまには心から今を楽しんでいい。笑えんのは、ダメだ。そんなの、クロエは私を捨て去るべきで。嫌だ。ほら、クロエやってそう言おうぞ、本心からな。いつもお前たちはそうなんだ。はい、EGGM。いい雰囲気。私のために、ためらいもなく滅び去る。ココも、お前も、それに、ずっと、私のために、お前は苦しんできた。陰でずっと、ずっと、ずっと。優しい心は、報われていいはずだ。奉仕はいらない。自分を殺すな。私はわがままなお前が見たい。そうじゃ、それが、ノアの、キャラだろうが。模倣する、高校を模倣するノアじゃなくてさ、お前自身としてのノアだろう。クロエ。クロエは分かったんじゃ。ノアが一人の人間だとするならば、それがノアの持ち味だって。歌ってくれないか、ノア。このピアノ演奏のさ、この曲すごい心に染み渡るな。このシーンと一緒で。お前の歌が聴きたいんだ。私はここで聴いているから、いつまでも。いつまでも。ノアの歌がいつまでも鳴り響く。あの曲、終わらない。ここには時らしい時はないから。ピトスの外で何が起こっているのかはわからない。でもここを出るつもりはなかった。外に出てしまった瞬間に時間の齟齬は決定的なものとなる。一分で何百年という時が内部で過ぎ去り、私はもうノアと会うことはできなくなる。それにこのサンルームはもう一人のノアが身を挺して作ってくれた箱庭だ。それを捨て去ることなんてできんわな。できんよ。ノアというかけがえのない存在と出会えて、今分かり合って、唯一二人気になれるこの空間を消すことなんか、捨て去ることなんかできるわけないだろう。ノアも、もう一人のノアも、人形とはお別れをするべきだと言った。それは、きっと正しいのだと思う。でも、捨て去ることが成長だというのなら、私は、成長なんてしたくない。いいよ、私は未熟なままで。いつまでもここを出ないと、そう決めた。美しいものを失いたくない。私は今に囚われる。箱庭の中、ノアと二人。今度は、私が寄り添うよ、ノア。こんな箱庭の中でも、二人にとっては楽園だろう。永遠が見えます。ああ、こういうエンディングあるんやな。こういうちょっと心温まるっていうかさ。ああ、俺の名前、待って、俺の名前ある。いきなり俺の名前見つけたんやけど、ちょっと待って。そうよ、このゲームさ、クラウドファンディングしてくださった人の名前をさ、
こういう感じでね、エンディングで流してくれるんやけど、いきなり俺の名前見つけたぞ、おい。けどさ、なんか思っとったとは違うエンディングだったけどね、すごい感動した。ほんまこんなエンディングあったんやな。実に別に人類がどうとかそういうことは関係ない。ただ私は自分に寄り添ってきてくれたノアと一緒にいたいっていう、こういうさ、別に人類のあれとは関係ないし、仲間がどうとかっていうのはあれではないんやけどさ、こういう心温まるようなさ、永遠の時が見えるみたいな、そういうエンディングがあるんやな。すごいよな、エンディングたくさんあるって。9個とかあるとか聞いとったけど、そういう一つなんやなって。これまでの伏線もある程度回収してさ、こういう展開もあるんやなっていう可能性を見せてくれた。これ全部のエンディング見たらすごいいろいろ感慨深いもんがさらに見えるんだろうな。すごいわこのゲーム。他のエンディングどんな感じになるんだろうな。ただ一つ言わせてくれ、兄はどうなったん？